ライフスキルはルールを守る。世界中の皆さんに発表します。スーパースターのミスターおかちが決めました。今日から全てのルールをなくしたいと思います。赤信号渡っていいです。サッカーも手を使って OK。 相手チームにムカついたらその拳で殴ってもいいです。お菓子屋さんのお菓子を自由にパクリ食べてもいいです。人のお家に勝手に入ってお金を取ってもいいです。友達のおもちゃを勝手に使っていいです。てかみんな、車運転したい？車運転したい？もし運転したいなら車を運転してもいいです。免許なんかいりません。そこら辺にある車を自由に運転していいんです。どうみんな、やりたいことを今日から自由にできます。ルールなんかに縛られなくても OK。 だってルールが今日からなくなったから楽しいね、よかったね、嬉しいよ。 OK、 じゃあみんなで外に遊びに行こう。 Let's go。 はい、という感じでルールがなくなったらどうだろう。みんな自由だよ、やりたいことできるよ。楽しくない？そっちの方が楽しいでしょ。楽しくない？楽しい？楽しくない？どっち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 かな？じゃあちょっと考えてみよう。もしルールがなくなったら一体どうなるのか。みんなの大切なおもちゃを誰かに取られるかもしれへん。だって学校で勉強してる時に後ろでドッジボールしてたら勉強集中できへんやん。でサッカーやってんのになんかある友達が手でさボールを持ったら全然楽しくないやん。街歩いててみ、免許持ってへん小学生がたくさん車の運転してたら怖くて街歩かれへんやん。ボン、いきなり殴られたら痛いやん。頑張って頑張って稼いだお金を貯めたお小遣いを、なんかわけわからん人に取られたら悲しいやん。そうやね、ルールがなかったらもう安心で安全な場所じゃなくなんねん。この世界がね、みんながいる場所がやね、なんか怖いねん。どうなるんだろうって怖いってビクビクしておかなあかんねん。そしてルールがなくなったらね、たくさん戦争が起きんねん、殺し合いが起きんねん。戦争嫌じゃない？そう、ルールっていうのはみんながいるそこ、その場所を安心で安全で楽しい場所にするためにルールがあるんです。学校でもそう、家でもそう、保育園でもそう、会社でもそう、公園でもそう、いろんなルールがあるだろ。それはみんなを守るために、みんなの人生を楽しくするためにあるんです。さてここで問題です。いろんな場所にいろんなルールがあるって話しました。でもね、世界中どこに行っても共通のルールというものがあります。オーストラリアに行ってもインドに行っても中国に行ってもアメリカに行ってもどこに行っても同じ大切なルールというものがあるんです。それは何でしょうか？それはね、自分が嫌がることを人にはしない、やられて嫌やなって思うことを相手にしないということです。これは世界中どこに行ってもあるルール、ゴールデンルールと呼ばれています。アメリカではちっちゃい頃から、幼稚園の時からこのゴールデンルールをしっかり子供たちに教えているんです。じゃあみんな考えてみよう。みんなはどんなことされ
たら嫌やなって気持ちになる、怒ったり悲しかったりムカついたり悔しかったりする。おかっちはね、例えばドーナツ屋さんにこう順番並んでて、後から来た人がおかっちの前に並んだりしたら、こいつ何並んどんねん、順番抜かしとんねんって思ったりするよね。あとね、試合に負けてって悔しい時に、こいつ負けたら泣いてるってバカにされても嫌だよね。そして一生懸命勉強している時に横で邪魔をされたりするのも嫌だよね。そしておかっちには夢があるんだ、みんなの前で歌いたいって夢を語った時に、その夢どうせ叶わへんよとか、お前には無理だよとか言われると嫌だよね。他にはなんかおかっち眉毛薄いとか足短いとか服ダサいとかね、そんな悪口とか言われるのも嫌だよね。他にはあったあった、おかっち一生懸命話してるのに全然おかっちの話聞いてくれない、これもブブー嫌だよね。そしてボーン、いきなり殴られたりするのも嫌だよね、嫌だよね、嫌だよね。そう、おかっちもいっぱい嫌なことあるねん。みんなもそうやろ、やられたら嫌やなと思うことあるやろ。その嫌やなと思うこと、思うことは友達にもしない、家族にもしない、大切な人にはしない。だってその人ともその人も嫌かもしれへんや、自分が嫌だからそれをやったら相手も嫌になるかもしれへんやろ。そうなると友達は去っていきます。みんな大切な人はみんなの周りからいなくなります。みんなは一人になるよ。寂しくない？嫌じゃない？嫌やろ、おかっちは嫌や、一人ぼっちは。だからだからだから、自分がやられて嫌やなって思うことはやらない。以上です。今日のテーマはルールを守るということです。自分がやられたら嫌やなって思うことはしない。その代わりに自分がやってもらったら嬉しいな、自分が喜ぶなと思うこと、それを相手にもどん